はようございます、今日、朝立てるコーヒーはですね、なぜかあれです、うちのコーヒーではございません、フレーバーのコーヒーではなく、松屋コーヒー本店、会長のとこですね。あの会長のとこがですね、あのコーヒーの日ブレンドというのを、作ってまして、まあいわゆる10月1日コーヒーの日なんですけど、まあ正確にはだったんですけど、そのコーヒーの日界隈に合わせて、まあイベントを、大須の方で、大須の万象寺の方でやっとるんですけど、そこの中の目玉の一つがですね、このガテマラインフェルト、パカマラブレンド、まあ、あの会長が一応、顔写真が、載ってるブレンドになってるんですけど、これはあの特売で、2400円が1200円でしたっけね、まあ、とにかく、お値打ちに、出しているみたいなんで、よければあのそれを、まあ、別段買ってみてくださいというわけではなく、今からそれを、試しにコーヒー立ててみますので、もしも、時間がある方、名古屋の方に住んでおられる方なんかは、名古屋の万象寺の松屋コーヒーさんにですね、行って、非常にあのガテマラのパカマラって、インフェルトのパカマラってめちゃくちゃ高いんですよ。単品でだったら本当ね 4,5 千円っていうかね、まあ、結構高い豆なんですけど、その豆がですねあの非常に、お値打ちにですね、出てるので、このコーヒーの日ブレンドという名前で、会長が作ったブレンドが出てるので、よければあちょっと買ってみようかなっていう感じで、買ってみたらいかがでしょうかということで、今日は、会長が考えたコーヒー、2020コーヒーの日ブレンド、ちょっと、言葉は長いですが、それを、入れてみたいと思います。で、今日の格言はですね、簡単な格言です。まあ当たり前じゃねえかと言われると、その通り当たり前のことなんですよ。大体僕大体当たり前のことしか言わないんですけどね。まずは試しましょう。理屈は後からついてくる。何でもこういろいろなことをああでもないこうでもない先に考えて、行動できなくなっちゃうだったら、そんなことはまあとりあえず、やってみてから考えたらどうでしょうかっていうようなノリです。大体僕が物を作るときは大体こっちが多いですね。理屈は後からついてくるってやつで、とりあえず試してみてどんな結果が出るかっていうとこからスタートするみたいな、そんなノリのことを、まあ、ちょっと、解説しようかなと思っております。あと、玉木の方ではですね、コーヒーの日と、まあ、関連はあんまりはないんですけど、フレーバー、週刊フレーバー500回記念の、ズボラコーヒー、一袋買うともう一袋プレゼントという、イベントをですね、これはあのフレーバーでやってます。あの松屋さんに行ってもズボラコーヒーはありません。よければですね、50% オフ、なので、お買い求めいただきたいと、ネットの方でも買えますし、店の方でもフレーバーの方でも買います。ちなみに2020コーヒーの日ブレンドに関しましてはですね、ネットの方では販売していないみたいです。どちらかというと店に来いということだと思います。会長がいたらもしかしたらいろいろと、説明してくださるかもしれないですけど、あのためにもですね、店に行って、お買い求めくださいということで、コーヒー立ててみましょう。はい、それではお湯を差します。ちょっと待ってね。実を言うと解説の前にお湯をポットに入れるんでちょっと冷めてしまうということがありますので、
ちょっと、お湯を抜きました。はい、それではまずは真ん中です。で、落ち始めたら周りにかけます。濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分ですね。はい、全体に行き渡りましたら、真空かけます。減圧装置、これで真空かけて、1分間ですね。1分間の蒸らしに入ります。はい、1分間の蒸らしに入りますね。さっき言ったまずは試しましょう、理屈は後からついてくるっていうのはどういうことかというと、松屋敷ってある意味こう昔コーヒーこうやってた人は、まあ、よくわかると思うんですけど、こう常識から外れてるわけですよ。例えば3分間蒸らす、まあ、昔だと、30秒とか20秒蒸らしっていうのが大体多かった中で、3分蒸らすなんてもんはもう非常識だったわけですよね。あとは お湯で薄めるなんてとんでもない話じゃないですか。そういう風で、まあ、常識からもう完全に外れた、逸脱したような、入れ方なわけですね。で、それって、はい、1分経ちました。はい、まずは外側ですね。真ん中と外側の真ん中ぐらいのところに、お湯をかけて水位を上げます。で、落ち始めて、落ち始めたということは水位が上がってきたというサインなんで、そうしたら初めて真ん中にお湯を差す感じですね。あ、さっきの、解説の、途中でしたね。まあ、ある意味、松屋敷っちゅう入れ方自体が、まあ、常識からはちょっと外れてたわけですけど、それをなんで、今、こうやって、やれてるか、やってるかっていうと、結局は、松屋さんが、とりあえず最初から理屈があったわけではないと思うんですね。この松屋式の理論というのが理屈が最初からあったわけではない。つまり今までの入れ方に満足できなかった時にこう工夫をするわけですけど、その工夫というのは全部、理屈があって工夫してるわけではないんですよ。まずは なんとなく、もしかしたらこうやったらうまくいくんじゃないか、まあ、簡単に言うと今までの反対側をやれば、もしかしたらうまくいくんじゃないかと、そのようなどっちかというといい加減な理屈ですよね。そのいい加減な理屈で、まずは、スタートしたというのは、ああでもないこうでもないが始まったと思うんですよね。で、結局は あでもないこうでもないやったら、あれこれもしかしたら蒸らしをもうちょっと長めにした方がコーヒーって美味しく入るんじゃねえのっていう風になってたんだと思うんですよ。それが、だんだんと蒸らしの時間が伸びていったことであったりとか、この松屋式のまあ理論としてだんだんとこう成長していったと思うんですね。だから最初のスタートなんてもんは多分
今までよりも美味しくするためにいろいろ創意工夫の中からこの出てきたものだと思うんですね。でその出てきてこうやったらうまくいくぞとなった時に、それから後でなんでうまくいったんだろうっていうふうに考えたと思うんですよ。そのなんでうまくいったんだろうをいろいろ考えた時に、あ、そういうことかって言って、だんだんとこの理論的な部分が肉付けされていったっていうのが多分松屋式が、今、出来上がってる形だと思うんですね。それは、松屋式は今そういう理屈でこう出来上がっておるわけだけど、他の理屈でこう立てるものがもう生まれないかというと生まれてくると思うんですよ。コーヒーっていうのは、最低限物理法則には乗っ取らないとダメだと思うんですね。水は当たり前ですから、当たり前ですけど重力というものが あって、重力は上から下へこう向かって、起きるわけだから、お湯は基本的には上から下へ、落ちるもんですよね。そこに何かのこの装置を使えば下から上に、ドリップすることも可能でしょうけど、まあ基本的にはそういう、まあ、物理法則はどうしても乗っ取る、支配されることになるけども、それ以外のものは自由なんですよ。だからかき回してもいいし振ってもいいし何やっても、それ自体は問題はないわけですね。つまり、まずはいろいろと試してみて、その中で自分が、あ、これは面白いぞ、これは美味しくできたぞというふうなものから、その後理屈を、こねくり回せばいいんじゃないかというようなことを、今日の、当たり前って当たり前の格言ですが、これですね、もう当たり前すぎる格言となってしまいましたが、まずは試しましょう。理屈は後からついてくる、というふうなことをちょっと解説してみました。一応この理屈は後からついてくるのこの、格言と松屋式の関係というわけじゃないですけど、松屋式自体がまあ多分こういうことであろうと、こういう、考えのもとで、だんだんと松屋式は発展してきたんではないかということをちょっと、語ってみました。今日の、入れたコーヒーはこれですね。会長が考えたコーヒー、2020コーヒーの日ブレンド、ガテマラインフェルト、パカマラブレンドですね。それをじゃあ試飲してみましょう。ちょっと待ってくださいね。まずは、普通の常識では絶対やってはいけないと言われる、薄めることですね。でかき回します。あ、代表、コーヒー入りました。大丈夫ですか？同じことを。あ、いい。本日のコーヒーはフレーバーではなく、松屋さんの、会長のところのですね、これでございます。これを今、代表に試飲していただいております、うん、ちょっとね、思ってたよりあれですよ、はい、深いわけ、すごい深いってわけじゃないけど、うん、もっと浅いのかと思ってたんですけど、そうですね、うん、俺とこう色で見るともっと軽いのかなと思ったら、うん、結構しっかりした味ですね、うんうん、
色はね、割となんかこう浅いなぁとかいう感じだったんですけど、あの深入りとかいう意味じゃなくて味が濃い感じがしましたね。うん、あ、やっぱインフェルトの香りもこう。ちなみにインフェルトってもう僕いい加減に言っちゃったんですけど、うん、あれっていくらぐらいで出してるものなんですか。会長のとこちょっと、まあ、もっと安いと思うんですけど、うち、ん、が 200g で出した時は、うん、8000から1万ぐらいだったような気が、1000ぐらいだったんですけど、会長とかもう少し安かったかな。うちはちょっと、あ、僕4000、5000、4000か5000ぐらいですかねみたいな適当に言っちゃいました。そのぐらいじゃないですか、会長のとこが3、4000、4000、4000前後ぐらいだと思いますけど、まあブレンドですから 100%、うん、インフェルとパカマラではないんですけど、うん、結構豆見た感じでは結構入ってますね。うん、飲んだ後に余韻で戻りがでちょっとパカマラの、はい、インフェルトパカマラの香りがこうふわっとくる感じです。これパカマラがでしたっけ、もともとが芸者の前にヒットしたのって。うん、ですよね。パカマラを一躍こう有名になったのはこのインフェルト農園、インフェルト農園ですよね。なんで、うん、はい、はい、というような、あ、今日はですね、コーヒーの日ブレンド、はい、今日はあれですよを出してみました。はい、なくなり次第、はい、シーン変わります。実を言うと通常、ここのシーンはですね、夏が終わりましてですね、まあ、夏が終わったというか、今もうアイスコーヒーを、ね、シーンで出さなくなったんですね。シーンというか、テイクアウトのコーヒーで、出さなくなったんですよ、昨日から。なんでかというと、もう今からホットの季節だぜっていう感じで。で、当然、今日は、この会長の、コーヒーの日ブレンドを、まあ、ポットで、まあ、まあ、こうやって大量に作ったわけですけど、当然お客さんに、テイクアウトしていくと、なくなるわけですね。で、なくなると、どうするかというと、普通は同じコーヒーを立てるんですよ。ただ今回はね、そんだけコーヒーないので、ここに、ある量では1回分しか、立てれなかったので、この1回分のコーヒー、ポット 2.5 リッターのポット1本分しかないので、多分途中中で、試飲は別のコーヒーに変わると思います。ですから、早めに、フレーバーに来た方が、今日のですね、コーヒーの日ブレンドは飲めるかなという気はしますね。ということで、なんか言いたいこと、このコーヒーの日のブレンド、うん、と、はい、コーヒーの日のセールのイベントですが、はい、イベント明日月曜日までで、そうなの？はい、なので、あ、そうなんだ、はい、じゃあ今日明日しかない、今日明日です。はい、わかりました。ということで、今日明日しか、このイベントはないそうなので、よければ、それとこのコーヒーの日ブレンドも多分数量が限定だと思うんですね。ネットの方には出てないので多分数量限定だと思うので、まあ、値段も安く出してるので、まあ、当然数量限定でやってると思うので、これはですね、お早めにですね、松屋の本店に行ってお買い求めくださいということで、今日はフレーバーではなく、会長とこの宣伝になってしまいましたが、そんなとこで、仕事に戻ります。